はい、どうもまさきです。はい、今回は三重県の京ヶ峰っていう山にね登りに行きました。はい、今日はね1泊2日でテント泊で登っていきます。はい、はい、今日のメンバーはあゆりんとなっちゃんです。はい、今日はね3人で登っていきます。頑張るぞはい、今回はね、平尾登山口っていうところからね、登っていきます。はい、山頂までコースタイムで1時間半ぐらいですね。はい、では登っていきます。よし。平尾ルートってやつでね、登っていきます。うん、木漏れ日がいい感じ、すでに。はい、どうぞ。一人ずつって書いてんな。はい、どうぞ。ああ、綺麗。緑で、すごいわ。マッチしてるわ。緑マンなってるわ。戦場カメラマンみたいな。そうやで。戦場カメラマンのあゆりんです。木漏れ日はさんさんとまさきちゃんに降り注いでいます。はあ、いい感じ。いい感じの道です。最高。言っとったやんか前から、剣から三重で。あれめっちゃ行きたがってくよし、よし、はい、分岐のとこまでね、やってまいりました。よし、ここからは比較的平坦な道ですね。はい、山頂行かずにね、さっきテント場の方に向かいます。はい。トンネルみたいになってる。そう、あれの右がテント場。ああ、分岐のとこ来たい。はい、はい、これをね左に行ったら山頂で、右に行ったら林間広場。林間広場っていうところにねテントを張ります。トイレもね、綺麗なトイレがあるみたいです。ほい。これね、はい、こっちです。山じゃない。こっからあと15分ぐらいですね。よし。見えた。あれや。小屋やな、ね。小屋。着いた着いた。はい、テント前ね到着しました。目の前、あ、着いた。よっしゃ、とりあえずねテント張ってゆっくりしたいと思います。よし、はい、あ、着いたよ。あ、テント張ってる。2、4、5、5個張ってますね。エアポンプを持ってきました。アマゾンで、ね、買いました。いくらでしたか？3000円ぐらいです。安いですね。また概要欄にリンク貼っときます。
買います。はい。はい、これは便利です。欲しい。ワーター入っていくから。このマツはどこのなんですか。ニーモです。ニーモのアルパイン一番ええやつ。あったかいやつ。あったかいやつ。雪山でも行けるやつ。雪山でも行けるやつ。どんどん入ってきた。ガク。概要欄貼ってきますんで。入りましたもう、はい。早い。すごい。はい、寝床がね完成しました。はい、今日はね。ちょっとね寒くなるんで南岸のねオーロラライトの600番を持ってきました。はい、これで今日はねあったかく寝れると思います。はい、テントもね晴れたんでちょっとね山頂の方に行きたいと思います。テント場からね15分ぐらいで着きます。はい、これ右や。こっちからね来たんですけど、山頂はこれ右のルートです。よいしょ。本当や。あ、ここや。山頂下の小屋。小屋っていうかこれもトイレなのかな。あ、トイレやこれ。じゃあ。着いた。はい、あの上がね山頂ですね。結構早着いたん、10分ぐらい着いたんじゃん。はい、ここもトイレあります。はい、めっちゃ可愛く閉まってる。入ってんじゃん。え、あ、入ってるか。あ、東屋があってね。おー、景色がいいよ。はい、京ヶ峰山頂 819.7m 到着しました。イエーイ。あ、それ何、横のなんか看板みたいな、なんか石みたいな。京ヶ峰。石。京ヶ峰。これは横の。これは。割れちゃってるんか。割れてるから触らん。はい、触ったらダメです。はい。いい景色やな。めっちゃいい景色。海がすごい見えてる。展望台よっ。わあ、いいな。いいとこにまだベンチあるわこれ。うわあ、いいな。ここにテント張りたいぐらいやな。はい、じゃあ山頂をね後にしてちょっとねテント場に戻ります。めっちゃ寒いです、はいはい、山頂はねまた後で、後っていうか夜景見に来るか、はい、ご来光見に来るか、まあ両方来るかもしれないですけどね。とりあえずテント場に戻ってねゆっくりします。はい、テントにね戻ってきました。
今ね、あゆりんとなっちゃんが中で鍋を作ってくれてます。ありがたいや。まだ湧いてません。まだ湧いてません。味噌。何鍋？これは味噌。これやろ？味噌ちゃんと。味噌何って書いてある？味噌。鶏味噌。これか。これなんかどっかの郷土のやつやな。多分これ好きやねん。美味しいよね、うん、ワンタンもできましたよ。できましたね。うまそう。美味しそう。食べましょうか。食べましょう。そうですね。ね、食べよ食べよ。入れますよ。じゃあ、まさきちゃん。はい、まさきちゃん。はい、お願いします。はい。持っとこうか、それ。なんか大丈夫ですよ。いけるよ。はい、なっちゃん。はい、なっちゃんので、はい、これもういいんですか。いいんですよ。はい、いただきます。はい、いただきます。今からね、ちょっと山頂に行って夜景を見に行きます。はい、夜景がね、綺麗みたいなんでちょっと見に行ってきます。なっちゃんが、はい、4回ほどトイレ行ってる間に、はい、1回ずつしてます。私はトイレとお友達なんです。お友達やね。はい、はい、山頂に着いたんでね、ちょっと夜景だけ撮りたいと思います。到着、小屋に着きました。よっしゃ。はい、夜もね、遅くなってきたんでもう寝ようと思います。はい、明日は5時50分に起きて、はい、ちょっとね、ご来光を見に行きたいと思います。はい、それではね、おやすみなさい。はい、おはようございます。2日目スタートしてます。今ね、行ヶ峰の山頂に行ってます。ご来光待ちです。ちょっとね、曇っててご来光が見れるかどうかわからないんですけども、ちょっと待ちたいと思います。はい、
今ね、日の出の時刻から15分ぐらい経ったんですけど、ちょっと雲が多くてご来光が見えないんです。もうちょっとね、テントの方に戻ってちょっと朝ごはん食べたいと思います。はい、テントもね回収したんで、ちょっとね小屋の掃除だけして帰ります。はい、よいしょ。どうすんの？どうぞ。はい、掃除もね完了したんで下山していきます、はい、下山はねパノラマルートっていうね、あの登ってきたルートと別のルートでね降りていきます。はい、スタート。よし、はい、分岐のとこまでね来ました。はい、これ右がね登ってきたルートですね、はい、パノラマルートはねまっすぐ行きます。すごい、すごい見てるパノラマ。うわすごい、ほんまにすごい。あ、すごい、ほんますごい。さすがパノラマルート。パノラマルート、すごい。あ、ほんまにすごい。あ、ベンチあるで。すごい。うわすごい。サンバイザーもありますよ。誰か忘れに。いいな、ここ。ここで弁当食べたら美味しそう。ほんまや。パノラマやね、なっちゃん。パノラマや。すごいね。あれ、パルケスパーニャとかあんなやつ。あ、そうちゃん。あ、そう。よいしょ。はい、ずっとね、こういう樹林帯を歩いてます。よいしょ。結構なね。激下りですね。よいしょ。はい。はい、駐車場がね見えてきました。はい、これをね降り切ったところが昨日登ったところの分岐点ですね。あ、そこかな、もう。あ、そこやね。よっしゃ、帰ってきた。はい、ここが登ってきたところの分岐です、はい、なっちゃん髪の毛短くなった。こっちから登りましたね。長かったよね、はい、長かったよ。よし、降りた、帰ってきた。
ます。はーい。はい。はい、降りてきました。はい、というわけでね、今回は三重県の京ヶ峰でテント泊してきました。はい。お手軽に登れてね、なんか夜景とか夕日とか、まあ朝日はねちょっと見れなかったんですけど、はい。すごいテント場も良くてね、いい山でしたね。はい。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。まさきでした。